さんこんばんは。ということで本日はですね、一人でお届けしてるんですけど、やんわり家を追い出されたので、やんわり一人旅をしに行きたいと思います。旧仕様になった軽バンで美味しいものをね、食べたいと思います。ちょっと前にね、電気毛布で冬仕様にしようっていう動画をね、上げたんですけど、電気毛布は消費電力が少なくてね、あのちっちゃいポータブル電源でも動くんでめっちゃいいんですけど、なんか FF ヒーター的なものにちょっと憧れがありまして、そのヒーター的なものをねつけたい、そして動かしたいっていう、そんな思いを抱えながら今日一人旅に出かけたわけなんですよ。本日は奈良県にあるこのカモミキの湯っていうところに来ました。年中無休でっか、めちゃんこすごい施設やん。何これ、なかなかね、温泉に一人で来ることもないんで、いつも二人で来た時はね、何分に出ようとか待ち合わせするんですけど、今日はゆったり入りたいと思います。温泉から2分ぐらい進んだところにね、ここにビッグオークワがあるんですよ。こんなでっかいオークワあるっていうぐらいの大きさなんですけど、ここで本日の食材を買いに行きたいと思います。いつもスーパーで買い物するときとか泉さんに結構任せてたので、いざ自分で買うってなると何買っていいかわからなくなった今日この頃です。車内なんですけど、どういう風に冬仕様になったかと言いますと、イーノーっていうブランドの P2001 っていうポータブル電源ですね、これを積んできました。何モード。結構雨降ってきたんで車内に避難したんですけど、このリビングにあったセラミックヒーター、これをつなげれば簡単に車内にヒーターが供給されるんじゃないかと思ったわけですよ。まあ、この狭さやったら弱でいいとして、順調にワット数が上がってます。家でもちょっと試したんですけど、だいたいお任せモードにして1200から1100ぐらいのワット数だったんで、弱にしたらね、結構その半分ぐらいのワット数で使えるんで、それでもねだいぶあったかいんですよ、弱にしたとしても。あ、めっちゃんこあったかいわ。最高の家出セットやんこれ。容量が 2000Wh、 AC の出力が 2000W あるということなんで、こういうヒーターとかの家電が使えるレベルのワット数ですね。 12V のソケットがあるのと、真ん中にね USB-A が4つと、で USB-C が2つ、横側に AC 出力がね6口あるんですよ。いつも思ってたんですけど、この充電ケーブルね割となくなるんですよね。でこの充電ケーブル類が上にこうパカッとしまえるということで、すごいそこも便利なんじゃないかなと思います。お米を入れます。ホットプレートも持ってきちゃったりしちゃったんですよね。ガスコンロを使うので思い出したんですけど、あの冬の車中泊するときにガスボンベでいけるストーブとか、普通に石油ストーブとか、まあいろいろストーブあるんですけど、長時間つけると一酸化炭素の問題が出てくるということでね、結構悩ましい問題だったんですけど、このセットであればつけたり消したりして一晩持ったらいいなっていうような感じなんですけど。やっほー。今からどこに来るんですか？家出中です。今お米炊くんです。やっば、11時っすよ。今日何を食べられるんですか？あ、今日まだ紹介してなかった。そういえば2割引きの黒毛和牛しゃぶしゃぶ用を買ってきました。めっちゃいいやん、うん、焼きしゃぶです。こちらヒラメのお作りです。半額でした。用意とかないんじゃん。忘れた。おお。ゆずさん顔芸してもあの伝わらないんですけど。これ映ってる、いずちゃんと。いや、あの光ってるだけでいずが何してるかとか映ってないですね。やばすぎや。一回カメラに紹介して、この近くにあったいず。これが新しいデジタルいずみです。
これからはデジタル泉として活躍していきます。よろしく。見えてない、それも見えてない、今回ですね、唯一持ってきた食器、コップ、最近陶芸に行って自分で作ったんです、コップ。それをどうしても紹介したくて持ってきました。リモートの泉さんもコップ作ったみたいです。うわ、うまそう。いただきます。いただきます。あのお風呂入ってから何も飲んでなかったんだ。めっちゃ硬い。ちょっとお米を蒸してるんでホットプレートをつけていきます。これをオン。1389W 使用してます。これってヒーターも同時に使えるんかな。2040ヒーターと同時に使えるっぽい。飯テロです。やば、まだ食べてなかったん。やば、めっちゃ楽しそうやん。見して、肉。肉な、肉に負けて。肉、肉です。おー、うまそう。飯うまそう。ちょい焼きぐらい、まあレアぐらいがおすすめ。豪快にタレにぶち込みます。タレにぶち込んだお肉を豪快にメスティンご飯の上に。そしてこれを、何やったらその鉄板買ってからまだ使ってないし、うん、あ、そうなん。リズまだ使ってないし、でリズが買ったけど、こう一人でやったら意外と狭くないかもしれん。え、そうやろ。うん、え、一人悪くないやろ、たまには。たまには悪くない。ご飯が楽しいよな。ご飯楽しい。温泉もゆっくり入った。なんかガスコンロとホットプレートってまた違うやん。確かに、ガスは火使ってもいいよね。うん、ごちそうさまでした。今ご飯を食べ終わってホットプレートの電源を切ったんですけど、ここまででね1時間14分でした。最初ヒーター使ってて、でホットプレートを使ってる間はヒーターを切ってたんですけど、で今 100% から充電が 71% なんで、そこそこ残ってるんじゃないかなと思います。ということで、今回使ったこのポータブル電源 eNO の P2001 の詳しい情報はですね、動画の説明欄に載ってるんで、よかったらチェックしてみてください。あと先着20台限定でクーポンが発行されてるんで、そちらも説明欄に貼ってます。寝ます。ちなみに重量は22キロらしいです。ご飯食べ終わってね、ちょっと片付けたんですけど、右側にこんな感じでポータブル電源、ヒーター、テーブルというような感じで、左側はまだだいぶ空いてます。なんかこの感じやったらゆったり寝れそうやねんけどな。あとはこういう小物とかをね、上もしくは棚とかに収納できたらすごいいいなって考えてたんですけど、まあでも一人やったらめちゃんこ広いなこれ。してないです。オンライン参加させてもらってます。紹介して。こちらですね、新メンバーの泉さんです。オンライン参加してます。買ったもの紹介。泉さんの紹介じゃない。